さて始まりましたゆうてつライナー、今回はこちら JR 札幌駅北口に来ております。現在の時刻は2時30分頃。この後はこちら札幌駅から高速旭川号に乗車いたしまして、旭川に向かい、その後東間に向かいます。それでは本日もよろしくお願いいたします。しかしなぜ札幌駅北口を選んだのか、やはりオープニングとしましたらこちらの方が良かったでしょうかね。まあそれはさておき、こちらは札幌駅駅前バスターミナルです。こちらには JR 北海道バスの路線バス、こちらは豊臣まで行くバスがあるんですね。さてこちらは乗車券ですが、この後こちらの紋別号がこちらのバスに到着するんですけど、この後すいません15時ちょうどの東北バス、あと30分の中央バス、この2つがあるんですけど、まあ、どっちに乗りましょうかね。東北バスこの前乗りましたけど、今回も乗っていきましょうか。現在こちらのバス乗り場に到着いたします。バスは14時50分発紋別行き高速紋別号です。高速紋別号が出発した後約5分後にこちらの東北バス高速旭川号が到着いたしました。今回はこちらの旭川号で旭川駅まで向かいます。それでは車内のご紹介をいたします。こちらのバスの前の方には液晶モニターがありまして、こちらに運賃表が表示されます。そしてこちらのバスにはトイレと Wi-Fi、 そして座席には USB 対応のコンセントが設置されております。特に Wi-Fi とコンセントがあるというのは長距離の移動する際に現代では欠かせないものです。高速旭川号札幌駅前バスターミナルを出発いたします。先頭の中央バスはこちらは苫小牧フェリーターミナル行きです。高速旭川号は最初の停留所札幌ターミナルに到着いたします。こちらの札幌ターミナルは面白いことに頭から突っ込むタイプのバスターミナルとなっております。頭から入ったってことは出るときはバックして出ることになります。左の方には苫小牧フェリーターミナル行きの高速バスが停車しております。高速旭川号は豊平川の横を沿って走行しています。今から上を通ります線路は JR 北海道の函館本線千歳線です。
ますので、安全のため離着陸と乗降機のお方はお連れください。なお、非常口に通じる座席にはシートベルトが装着されていない車両がございますので、ご了承おきください。車内で非常口を発見したときは、今から前回投稿いたしました動画、こちらを流します。まもなくしますと札幌料金所を通ります。その前に目の前にあります建物、こちらがネクスコ東日本の事務所です。そして駐車場には黄色い車両たち、こちらがネクスコ東日本の車両です。反対側には巨大な車庫がありまして、そちらには冬に大活躍いたします除雪車が止められております。今見ていただいた動画は、以前旭川に行く際に乗車いたしました高速旭川号の車窓からです。そして先ほどご紹介いたしました除雪車、それがこちら、現在7台の除雪車が停車しております。冬になりますとこちらの除雪車が稼働しますと言ってる間に、高速旭川号は札幌料金所を通ります。前を走っていますバス、こちらは中央バスですが、どこに行くバスでしょうか。と思いまして、前を走っています中央バス、こちらの行き先表示を、まあ、ズームで撮影しようとしましたが、反射して行き先が分かりません。ここで高速旭川号と、そして前を走ります高速バス、こちらが高速栗沢を通ります。どうやら乗客がいなかったということで通過していきました。ここでもズームして行き先を確認しようとしていますが、なかなか確認することができません。進行方向右側には観覧車が目立ちますが、こちらがグリーンランドです。まもなくしますと岩見沢、夕張方面の出入り口です。さて、先頭を走っていますこちらの高速バス、ここで降りるのでしょうか。現在先頭を走っていますこちらの中央バス、左の方に来ましたね。どうやら岩見沢、夕張方面に向かう高速バスだったようです。先ほどの場所から少し走ったところで、なんと雨が降ってきたのです。もしかして旭川の方も雨かもしれないと思いまして、私ゆうてつが取り出したのはこちらの雨雲レーダー。こちらの雨雲レーダーはヤフーアプリの天気予報で見ることができます。どうやら岩見沢と美唄のあたりで雨雲があるようです。砂川に入るとこの天気、さっきまでの雨が嘘のようです。そして進行方向右側には砂川ハイウェイオアシスが見えてきました。これ多分 U ターンラッシュでしょうね。旭川方面から札幌方面へ多くの車が移動しています。それに対して札幌方面から旭川方面に向かいます高速道路はそれほど混んでいません。逆に朝や午前中などその時間帯が一番混んでいたんでしょうかね。こちらの Google マップを見ていますが、まもなくしますと函館本線の上を通ります。先ほどは下の方を通っていましたが、次は上の方を通ります。列車見れるかな。
JR 線を越えますと次の停留所収めないです。高速旭川号は目の前にありますトンネル、こちらのトンネルは常磐トンネルです。長さは1780メートル。こちらのトンネルを抜けますと旭川市に入ります。高速旭川号は常磐トンネルを抜けます。ここで旭川市に入ります。旭川に入り、最初のトンネルは江丹別トンネルです。距離は1960メートル。高速旭川号は間もなくしますと高須料金所を通ります。こちらの旭川高須、こちらの看板が見えてきますとすぐ近くには高須料金所があります。高速旭川号は左へ右へとカーブした後、目の前に見えてきた光景は何やら車の列が見えてきました。この狭さを通るというのはバスの運転手さんの技術がすごいです。どうやら一般料金で渋滞が発生しているようです。しかしこちらの高速旭川号は ETC 搭載ということでスムーズに出ることができます。一瞬ですがすごい金額を見てしまいました。なんとこの区間だけで5480円です。皆様ご乗車お疲れ様でした。これより旭川市内に入ります。皆様ご乗車お疲れ様でした。まもなく終着旭川駅前、旭川駅前でございます。どなた様もお忘れ物ございませんようお支度願います。本日は高速旭川号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。さて到着いたしました JR 旭川駅。以前も来たことがありますが、ちょうど信号が変わりますので次の信号まで待ちたいと思います。そしてこちら全て旭川電気軌道バス、手前の方って言ったらあれですけど真ん中の方に止まっています。バスこちらのバス行き先が旭山動物園です。ドクターヘリが飛んでいましたね。さてここからはホームにありますヘルシーシャトルという場所があるんですけど、そちらの方まで向かいます。でこちらのバス停なんですけど、ちょっと自分でも分かってなくて今から調べていきます。さてこちらに案内板がありますが、今回乗るのは70番というバスなんですけど、これ喋れるかな。70番ないかな。これは70番か。これですね。
東馬恵比寿社と一条八丁目ですね。結構合いますね。これ今回乗るのはこちらの、ここに東馬駅がありますね。こういうのがあるんですね。面白い。さっきこう落ちて押してこう見てたんですけど、この横の方にあります乗り場、ここを押すと出てくるかな。こちら20分ですね。あと5分しかない。やばい。これやばい。今急いでるんですけど、できればこう旭川駅取りたいなと思って、取ってる場合じゃないんですけど、こうちょっとこうこれ出てますね。水が出てます。いや、水が出てるのはいいんですけど、何せもう時間がない。やばい。これ17、ありました。18番ありました。これさっき通ってきた道ですね。ここ確か、あ、もう一本、いや多分ここじゃなかったかな。あれかな。どこに行くやつだ。あれかな。あ、そうです。あれだ。無事に東馬恵比寿社行きのバスに乗車することができました。そしてこちらの通り右に曲がりますと旭川駅に向かうことができます。さてここで高架橋が見えてきました。こちらは旭川余城です。 JR 石岡本線宗谷線の停車駅です。今見えてきましたこちらの建物は道の駅東馬です。こちらの映像では東馬駅を発車したところなんですけど、なんとここで一人下車をいたしました。ということで私流鉄乗客ただ一人の貸切状態です。
さて、先ほど乗ってきましたこちらの東北バス東馬ヘルシーシャトル行き、とても長かったように感じました。こちらが東馬ヘルシーシャトルです。中にはお風呂がありまして、まあ、この後入りに行くんですけど、今回泊まります場所はこの奥にありますコテージに泊まります。思ったより長かったです。そして一応私、融鉄含めて2人乗車してたんですけど、東馬駅から先は私、融鉄1人だけしか乗車していませんでした。そして夕日も綺麗で、あ、ちょうど列車の音が聞こえましたね。多分 H100系だと思います。いや、いいですね、この逆光は最高です。この夕日はもう自分へのご褒美です。いや、いいですね。で、今から宿の方に向かうんですけど、あ、結構いいですね、このアングルとかいいな。そしてこれが先ほど乗ってきました東北バス。いや、何時間ぐらいかかったかな、2時間、いや2時間かかったのか、1時間ぐらい。このすみません、通過しますちょっと撮っていこうかな。いや、いいですね、この東北バス。これに乗って旭川から東馬まで乗ってきました。そしたら人通りも少なくなってきたのでマスク外すんですけど、あ、涼しい、これこんな涼しいんだ、マスク外すだけで。すごいすごい、これすごい、あ、こうこうやってるんですけど、これ夕日すごい、この状況で行く、この状況がすごい光ってます。川がオレンジ色、こちらに階段がついていまして、あ、ボルダリングもあったんですね。今どうやら安全上のためのネットがかけられてるんですけど、ちょっとこちらに登っていきます。おお、あ、また顔がオレンジ色になった。おお、あ、中に入った、くるくる、ちょっと荷物ここに、ここにベンチがあるのでちょっと置かせてもらいます。よし、でここに階段があるので登っていきます。あ、今ちょっと頭より腰をぶつきました。こちら、あ、おべおべ、ここに、今ここに頭ぶつけるところでした。そして、おー、綺麗ですね。さて、先ほどの場所から降りてきまして、こちら、コテージ入り口まで来ました。ということで、今回はここまでとしておきます。長い旅でしたが、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願い、虫が、まあ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、